ント 6.00 稼いで予選クリア。角4コース4号艇山下龍心、こちら今節残念ながら予選落ち。5コース地元の5号艇前田健太郎、大外が6号艇の川野大、内側から1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました一般戦の第6レース。1号艇尾崎、2号艇の中田と出ていく1マーク。2コースから2号艇中田強めまくっていった。インからくるっと1号艇の尾崎、さして入ったのが3号艇の吉川、さらには5番そして6番4番と向こう正面へ。3号艇の吉川が一歩前です。スタートは前提正常でした。さあまだわずかなリード2マークの攻防戦。3号艇の吉川優作が折り返す。そのまま引き離してきました。3号艇の吉川先頭リードを奪った状態。その後ろ2番手が激戦区、2番1番6番3選手並走でレースは2周目に入りました。先頭は3号艇の吉川優作です。2周1マークから向こう正面。2番手の争い2号艇の中田が待って外を6号艇の川野、さして1号艇の尾崎、2番手は6号艇川野大、2号艇中田達也、この2人が並んだ状態で2周2マークへと移っていきます。さあ焦点は2番手の争いです。内側から2号艇の中田が回る、ちょっとバウンドした6号艇の川野流れてしまった。2番手は2号艇の中田達也がリードを取っています。さあその後ろ3番手6号艇の川野を捉えてきた1号艇尾崎、レースは最終周回です。先頭は3号艇の吉川優作、最後のバックへ。2番手は2号艇中田達也、3番手6号艇の川野大が待ってリードを奪っています。その前先頭が3号艇吉川、2号艇中田が並んでいます。3番2番この2人並走での突破争いとなって最終コーナー、内側から2号艇の中田が先行する。さす3号艇の吉川とホーム直線コース、逆転成功。2号艇中田先頭、3号艇吉川2番手で間もなくゴール。先頭2番五輪、3番五輪、6番五輪、1番4番五輪、5番五輪、以上前提、ゴールインしました。